こんにちはパソコンを使う上で覚えておくと便利なものにショートカットキーというものがありますショートカットキーはコンピューターの特定の機能を動作させるために押すキーのことですショートカットとキーを言わずに略すこともありますショートカットキーはマウスで行う動作をキーボードで行うことができるため場合によってはショートカットキーを使う方が 手軽でいいととうことがありますショートカットキーの例を挙げると以前お話ししたコピペコピーペーストが挙げられますマウスで行う場合コピーしたいところを選択して右クリックでコピーを選択貼り付けたい箇所に持っていき右クリックでペーストを行いますこれをショートカットキーで行う場合はコピーしたいところを選択して コントロールキーを押しながら C のキーをクリックするとコピー。貼り付けたい箇所に持っていき、コントロールキーを押しながら V のキーを押すとペーストできます。ちなみにこれは Windows の場合で Mac ならコマンドキーと C または V のキーで同じ動作が行えます。どちらが早いかは場合によったり慣れ具合にもよりますが、例えば キーボードで文字を打っている途中にあらかじめコピーしていた内容を貼り付けたいという場合などはいちいちマウスで手を動かさずにキーボードに手を置いたまま貼り付けることができます他にもショートカットキーはたくさんありソフトによっても違いますが大体いい似ていますし覚えるとこちらの方が早いこともたくさんありますので興味がある方は是非覚えてみてください